やっほー、かおです。イエーイ。そう、日帰り弾丸です。弾丸でございます。すぐ帰りました。これかわいい、嬉しい、ありがとうございますね。そう、東京で何もすることなく行って帰ってきた。本当はね、イベント終わりなんか近くで展示会があって、ちょっと展示会に寄ってから帰ろうかなって思ってたんですよ。今日表参道でイベントがあったから。でもなんかすごい混んでて、なんだろう、車めっちゃ混んでてやめました。超渋滞、表参道、原宿らへんね。そうなんよ、今日めちゃくちゃ混んでました。そう、歩く方が早い、徒歩10分ぐらいで着くとこだったけど、なんかもうそう、車で行きなさいってなって、車で行ったらなんかもう30分ぐらいかかりそうだったから、いやこれ間に合わんってなってやめた。だからちょっとおしゃれしたんだよね今日今日私おしゃれしたんだけど、ちょっとまあ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 そう、そのためのおしゃれだった。そうなんや。まあメイクはね、そうイベント用ですよ。あ、そう、写真ね、そんな撮ってない。アップは撮ったけど、これはまた全身とかはまた違う日に来て載せようかな。今なんかね、なんだろう、首輪みたいになってるんですよ。チョーカーみたいになってる首輪。ハート。そう、ワンワン。うん、盛り上がった、盛り上がったと思います。イエーイ。ほぼ歌いましたね、ソロライブ。あ、動画、そうだ、私動画ね撮ってくださいって言って、そうだ、送ってもらってないわ、そういえば忘れてた。動画撮ってた？うん、ファンクラブに載せようかなって思ってます。あらあら、また次の開催ね。
待ちましょうね。どこの部分やろ、もしかしたらフルかもしれんもしかしたら全部かもしれん。どうも、うん、マレーシア、マレーシア行きます。8月、そうなんですよ。なので配信できるかな、できるか、ココアさん人もね、あー、命の歌フェスもありがとうございます。確かに時間、時差あるよね。どうなんだろう実際1時間か、2時間、ああ1時間ならまだ。今日私前髪分けてんだよね、前髪分けてみたよ。前髪分けてみたのー、ねじれハーフツインです。え、帰りにやったら、すごっ、おめでとう。確かにチーク、そう、なんかもうほんとメイクさんが可愛いねって言いながら、いっぱいいっぱいチークもキラキラも乗せてくれて楽しんでた、すごいすんごい楽しんでた東京のメイクさん、一番可愛かったよ、ありがとう、キラキラメイクさんは、うん、東京でも何人かいらっしゃるし、広島にも何人かいらっしゃるね。うん、そう、今日ベレー帽でしたね。買った、だから今日特別ですね。あとで自撮りしようかな。お見受け確かに早かったね。あ、そうだ、エナジー、そうそう、エナジー速攻元気、よろしくお願いします。23日から速攻元気でエナジー、エナジーとコラボしますあー面白い、面白すぎる、いやありがたい、嬉しいですね、ほんとうれしかった。しかも速攻元気すごい飲んでてライブ前とかに飲んで、結構元気チャージをしていたんですよね。そう、確かに PR 舞台の時から本当エナジーエナジー言ってエナジーキャラになってまさかの、よかったです。わかんない、私がエナジーエナジー言っとるけんかわからんけどね、だからかわからんけど言っててよかったね、意味があったかない、なかったか分からんけどでもなんかそう言っとるけんか、ファンの方とかも適任だねみたいなサーヤに適任だねっていうイメージがあるからね
かに。どうなんやろ。速攻元気ね。皆さんを元気にします。応援隊だ。そうだね、ちゃんと守ってね、量をね、一日に何個もいっぱい食べないようにね。まあいつも皆さんにエナジーは届けていますが、まあ身体面でもね、身体面でも速攻元気。うん、そうだよ。確かに。さらには全力で。そうだよ。病は気からとも言いますけど、体も資本ですからね。私も速攻元気のもん。そしてちゃんと寝よう。ちゃんと寝よう。確かに。うん、明日ゆっくりできそうです。昨日私覚えてないな、昨日のこと覚えてないな。何時だったっけ。2時かな。イメージ。イメージの話。え、前髪負けた方がいいかな。どうしよう、これから気分で変えていいか。気分で変えようか。今日の髪型はいいんじゃない。こんばんは。ハフツイン、ハフツイン、にじりハフツイン。メイクもお気に入りかもしれない。メイクさんすごいわ。メイクさんすごい。こんなキラキラ。でもよかった。お家帰れて。意外とうん、やっぱりすごいね。日帰りはすごいね。まあでもね、自分の家好きだから嬉しいですね。そう、油そば食べようと思ったんだよね。東京駅早めに着いたらラーメンストリートとか行って、
油そば食べようかなと思ったけど、あの出発まで20分くらいで、20分は無理かなって思って途中で引き返して、お弁当屋さん行って、でなんかお土産売り場見て、なんかいいのあるかなと思って、で通り過ぎたところに私の好きなあのトリュフの塩パンがあったんで、マジかと思って並び出したけど、なんかもう10人待ちとかで、でしかも全然動かなくて、え何が起きてる、これは無理だと思ってまたそこも諦めた。うん、しかも注文してからまた注文した方が並ぶ列があって、これどういう列があって、2つあった、これは無理だなって。そうえでも私の好きなあれを、あのチキン南蛮弁当が手に入ったんで嬉しい。全ては渋滞のせい全ては渋滞のせいいやでもね、金曜日だしね。表参道の人気のせい。よし、なんだろう、今日から春じゃない夏休みが始まるとかなんとかで、関係あるかな、それもあるんかしら。だから私お昼ご飯食べてないんですよ。お昼ご飯にあの油そばを食べに行こうとしたんですけど、なんかもう時間なくって気づいたら、でお弁当あったけど、もうお弁当すらも食べる時間を考慮してなくて、気づいたらあと5分に下にお願いしますみたいな、もう私油そばを食べに行こうとしていたんですけどみたいなそんなこと考えてる場合じゃなかった。何を考えていたの、ずっと頭の中は油そばだったんだけど、東京の油そばは美味しいだろうみたいな。ちょっと誕生変わったかな、変わったら読みますね。ちょっと短い間でしたがありがとうございました。確かに目的がちょっと言い方間違えたかもしれん。最後短い間でしたがありがとうございました。変わらんか、足変わらんか。ジロ食べますよ、ジローも好きですけど、ん昨日か今日かなんかジローのことを思い出しましたよ。最近食べてないなって、もう一人で行こうかなって。一人で行こうかしらって、多分食べれる麺の量一番最小にしようかな。
でも店員さんに覚えられたくないんだよね。誰この人って感じで入りたい。ちょっと、うん、誰この人覚えられ、なんか私が好きなところあるんですけど、覚えられてる気がする。そうなの。読もうかな。なおやさん、台湾のこうさん、ファルコンさん、マイセンタン、犬ちゃん、セイヤンさん、ハチチさん、クチさん、クマキチクマオさん、バリーさん、オーサムさん、フジポンさん、ロックオンさん、シンゴくん、コッペさん、トモキチさん、イトキンさん、ユウスケさん、ミッチーさん、コーチさん、ガッチャン、リョウさん、コロスケさん、ユイゾウさん、ビーツさん、ラーラーさん、ホタテ様、サトケンさん、ケイさん、中村みちひろさん、ゆうきさん、トキワさん、メガバイトちゃん、ラティアさん、ありがとう。スクショタイムする。あ、お誕生日、藤本いつきさん、おめでとう。パチ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 、いい猫。てにゃー、勝てにゃー最近猫になりたいと思うんだよ。なんか猫になりたい。首輪。首輪なのかな。首輪か。名前、名称首輪か。もっともっと、なんかさ、これがさ、どこに止めたらいいかわからんくてさ、ここにしたらなんかね、違ったんだよ。
これがちょうどいいか。苦しくないところがいいね。あと可愛い、確かに。なんかでもこれ恥ずかしい、なんかさ次切るの恥ずかしいな。私今日なんかおしゃれしようと思ってこれ着たんだけど、なんか実際着てみたらなんか恥ずかしいなと思ってさ、なんか UV のパーカーをもうさ上まで上まで締めて、もうそうなんか恥ずかしい。うん、お話し会向きかもしれない。似合ってますか？そう、ちょっと防御しちゃった。もったいない。また来ますね。バイバーイ。ありがとう。おやすみなさーい。